第6飛行隊は航空自衛隊第8航空団霊下の戦闘機部隊である追撃基地に所属し戦闘機に海 -2 連絡機に T-4 を運用する第6飛行隊部隊マーク第6飛行隊は1959年8月1日に航空自衛隊6番目の海 -86 海戦闘機部隊として首都基地第2航空団霊下にて編成された 編成後間もない同年10月27日には、第2航空団霊下のまま、ニュータバル基地へ移動し、西部航空指令書式下で、溶撃訓練を実施した。1960年4月1日には、松島基地へ移動、第5航空団霊下となった。松島基地で1年以上訓練を行った第5航空団と、第6飛行隊は19 1964年3月から、 ニュータバル基地への回 -104 戦闘機の配備が開始されると第6飛行隊は同年10月26日に臨時追記派遣隊編成に伴い追記基地へ移動同年12月28日に臨時追記派遣隊が第8航空団へ改編されると同航空団例下として編入された1980年3月11日から第6 飛行隊へのス -1 支援戦闘機の配備が開始され、ス -86AF からの機種転換訓練が行われた19機の F-1 を1年近くかけて受領し、第6飛行隊でのス -1 運用は25年に及んだが2004年8月3日にス -2 の受領を開始し、飛行隊にス -1 飛行班とス -2 飛行班が編成され、 ス -2 への機種転換訓練が開始された。2006年3月9日にス -1 の最終飛行が行われ、同年3月18日にはス -1 退役式典とス -2 配備完結式典があり、第6飛行隊のス -2 への機種更新が完了した。2007年3月1日には回 -2 による大量空侵犯措置任務を開始している。マークは、 海マイナス86会時代は、蜂をシンボライズしたものに赤帯だったが、海マイナス1時代に、高千穂にまつわる天根坂穂と人武統制神話の弓を表すものに改められた。10月27日に歌丸基地へ移動訓練、7月1日松島基地でのアラート待機任務開始、12月28日臨時積派検隊が、第8航空団に改編、第6飛行隊が、 同航空団霊下に冷蔵替え、3月9日回 -1 ラストフライト、3月18日回 -2 への機種、更新完了、回 -2 戦闘機第6飛行隊、創設50周年記念塗装機、ありがとうございます。